皆さんこんにちは、きんぴらごぼうでございます。今日はお雑煮を作りたいと思います。今日はこのひばを使ったお正月のお雑煮を作りたいと思います。ひばの内容ですけど、大根の葉をきれいに洗って、きれいなお水で洗って、天日干しを1週間か10日ぐらい天日干ししますと、これチャリチャリになりますから、でそれをストーブの火の前で新聞をすいて、それでその葉をね、もっと細かくなるように手でもみほぐします。この中には鰹節を入れれば、それでヒバっていうことなんです。この名前がヒバっていうものです。それでは作っていきたいと思います。今日は3人前作りたいと思いますので、 1000cc をお水を入れます。お鍋にめんつゆを入れます。味を見ます。ネギを切ったのをお鍋に入れます。お鍋の中に鰹節を入れます。この袋で3袋ぐらい入れます。このお餅を3個1人前にして入れます。お餅できるまでにひばの具を作っておきます。ひばをこのキャップに3杯分入れます。やっぱり2杯入れます。
この火花の中に鰹節を入れます。この鰹節を火花の中に3袋入れました。この火花の中に鰹節をまんべんなくまぶるように混ぜます。お餅を入れます。この中に火花を入れて、お餅が見えなくなるほど火花をかけます。これでヒバのお雑煮の完成しました。皆様も試してみてはいかがでしょうか。それではまたきんぴらごぼうのチャンネルでお会いしましょう。